リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。はい。この動画自体はね、多分10月末に上がってるんですけれども、この動画のおそらく1個前か2個前ぐらいに、ロペとね、ルフのね、交尾を確認しましたという形で動画が上がってると思うんですけれども、その交尾についての質問が、ツイッターやインスタグラム、TikTok、あとフェイスブックでもちょっとお話がちょろっとありましたので、お答えです。で、先にね、その交尾の確認したよっていう15秒ぐらいの動画を、9月の末に上げてるんですよ。で、おそらくこの動画は、ちょっとごめんなさいです。たくさん動画のストックがあるので、その動画のストックをね、順番に上げてるので、この動画が多分上がってるのは、10月の末なんじゃないかなと思います。はい。なんですけれども、先にね、そっちでも質問いただいてたので、ちょっとお二つお答えしていこうかなと思います。で、質問来てたのが、クーリング行ったんですかっていうのと、ペアリングをしたりとか、あとは、どういう風な感じで、ペアを、飼育されているんですかっていう形で聞かれたので、ちょっとそちら答えていこうかなと思います。まず、クーリングの方に関しては、してません。本当に何もしてないです。ずっとパネルヒーター後ろに引いてあって、大きめのパネルヒーターがあそこにあって、一応、ロペルフの子供が生まれてもいいように、管理をする用の、あとは卵の管理もできるケースとしてね、作ってるのがこちら。およそ30度ぐらいね。で、置くだけパネルヒーター、手前パネルヒーターなしなので、卵の管理するときもこのパネルヒーターのない前の方でね、管理をしようかなっていう形で、やってるんですけれども、基本的にパネルヒーターずっとついたままです。なので特にクーリングというのはしてないです。はい。で、次にペアなんですけれども、何かペアリングをしたりだとかってことではなく、本当ペアでずっと飼育してただけです。で、そのペアで飼育していたところ、ちょうど前にもね、実は一回私が知らない時にも交尾は終えてて、で、交尾終えたのちょっと私が分かってなくて、産卵床とか置いてなかったんですよね。で、産卵床とか置いてなかったら卵を、奥に畳があるじゃないですか。畳のね、横のところに産卵してるのを確認して、で、もう見た時には、ブヨブヨになっちゃって、しまってたんですよね。なので、ダメだったんですか。あれもちょっと気づくの早ければ、産卵の方に、産卵というか、卵を管理ちゃんとして、孵化させるってこともできたかなっていうところでした。2個産んでましたね、その時も。で、今回に関しては、ちょうど確認が取れたっていう状態、たまたま本当に。そう、ちょうど家にいて、なんか、なんで気づいたのかわかんないんだよね。たまたま見たら、交尾してて、交尾のマウントを取ろうとしてるところが取れて、で、その後交尾して、で、5分、10分くらいかなしたら、離れて、で、ロッペが自分のお股の部分をこう、舐めてて、あーって、前に見たその、交尾行動の動画が、ね、YouTube とかにも上がってるので、それを見たときに、それと同じような行動をしてたので、ああ、交尾ちゃんと終わってるっていうところです。あ、ちなみにこの動画自体は、交尾を確認した、2日後に撮影してます。はい。で、たまたま、そんな感じで確認が取れたのでっていう動画でした、あれは。で、今後は、ちょっと今産卵床作ってないんで、産卵床これから作るんですけれども、もともとね、いつも、今一回抜いてるんだけど、ああいうね、この和傘をね、私はこう、立てておいて、これもなんかね、置き方がちょっと、微妙でね、この和傘自体はね、レイアウトとして入れてあげたいんだけど、ちょっと置き方が微妙で、うん、なんとも、ごめん、シェフィ、君のことは呼んでないわ。気になって聞いたのはね、ごめんね。まあこれは置きたいんですけれども、今これをちょっと狭くなっちゃうから、産卵床を作って、で、水置きを奥にして、産卵床を手前に、まあここの部分かな、に、産卵床を置いて、うん、ご飯じゃないよ。あなたご飯先ほど食べたでしょ。うん。で、この辺に産卵床を置いといて、そこで産卵してもらえるように
ちょっとしようかなってところ、ちょっと奥だとあのパネルヒーターがあって温度熱くなっちゃうので、それはあまりよろしくないので手前でねっていうところでしていこうかなと思ってます。で、あとは実際に卵の産卵を確認したら、その産卵床から卵を取って、プリンカップがあるんで、これねがあるんで、もうちょっと穴開けないとだね。で、ここにまあバーミキュライト入れて、そこでこっちの方で管理していこうかなってところですね。で、あとは奥にあの水をね、あのパネルヒーターあるんで、パネルヒーターの上にこれ水入れて、こっからあのなんだろうね、水蒸気が抜けていくようにしておこうかなって思ってます。多分生まれるのが、卵が生まれるのが10月の中頃なんで、この動画が上がってる時には多分あの卵はあの生まれてる状態だとは思うんだけど、そこから孵化させていくっていう形になるかなと思います。ちょっとレオパの繁殖というか、あの実際にバミキュライトとかそうやって産卵床とか用意してってやるのが初めての経験にはなるので、知識としてはね持ってるんですけれども、実際にやってみるとやっぱりちょっと違うなと、まああの百聞一見にしかずじゃないですけれどもね、あの一回やってみないことには何とも分かんない部分っていうのは出てくると思うので、実際やりながら試行錯誤をしてうまくいくことを祈っております。あとはまあうまくいかなかったとしても、それは一個の経験としてですね、あの何事も挑戦していかないことにはわからない部分っていうのは出てくるので、ちょっと自分なりに、あの素人なりに頑張っていこうかなと思います。まあ今あのレオパのね参考資料とかも今集めてて、まあ、持ってる書籍とかも確認して、まあ一歩ずつ前に進んでいこうかなというところでございます。ひとまずね、あの確認できるような場所はもう作ってあるので、またこの調子でやっていけたら問題ないんじゃないかなというところですね、うん、あとは産卵実際にしてから、このプリンカップちょっと空気穴が少ないね、うん、空気こもっちゃうんで上にもちょっと穴開けてって感じでいこうかな。まあそんな感じですね。あとは実際どういう感じになるか試してみてって感じです。まずは卵生まれてみないことには何とも言えないので、ちょっとそこで確認していこうかなというところでございます。まずね、質問いただいてたクーリングと、ペアリングに関してっていうところは、そんな形になります。で、ペアは解消せずこのまま、卵生まれるまでは一緒に飼育していこうかなと思ってます。あのシェルター置いといた方がいいのかどうかが悩んでるんですよね。ちょっとシェルターは特に置いとかないで、うん、にしようかなとか。そう、奥のね、あのシェルターが置いてるあたりだけはヒーターで温まるようにどっちもしてるんですよ。ヒーターがね、こことここストップとここストップぐらいになってるんだよね。だからこの辺はヒーターがある、奥はねあるようになってて、でこっちはヒーターないんで、そこのところに水置き置いたりとかして、シェルター、いやでもここに置けるもんな、水の置いてるところさえなくなっちゃえばね。そしたら産卵床を置くこともできるから、うん、そこにタッパー、四角いタッパーね、あの厚みのそんなにないやつをポンと置いて、そこを産卵床にしてもらった方がいいかな。で、そこで奥にあるより手前にある方が確認しやすいから、手前で確認して、で、あ、産んでるなっていうのがあったらすぐこっちに移してって感じですね。日々まあ産卵床中確認してっていうところでやっていけばいけるんじゃないかなと思っております。あとはまあ湿気ね、湿度落としすぎないようにってところですね。今の状態だと湿度が 40% ぐらい、まあこれ水入れてないからなんだけど、なので産卵して孵化させるまでは多分湿度 80% は保っていかないとならないから、そのあたりも今のうちに、卵まだ中入ってないけど、卵ないうちに水入れて、実際にどれくらい湿度が上がるかっていうのは見ていかないとかなと思っております。ちょっとそれも実験を兼ねて、研究していきたいなと思います。はい、っていうところでね、本日はそちらご質問の方を答えていった形になります。あとは実際生まれてみないことには何とも分かんないですね。ちょっとこの調子で
一歩ずつ進んでいこうかと思います。はい、本日は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどお願いいたします。あとインスタグラムね、 TikTok もやってますのでよろしくお願いいたします。また過去に様々動画上がっております。おおよそ今800から900本ぐらいになるのかな、上がっておりますので、よかったらそちらも見てみてください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。